LGA775 は、インテル製 CPU のソケットの一つ。ソケット T とも言う。775本のピンがあり、同数の電極がある、LGA パッケージを採用した CPU を受け入れる。インテル製品において、後期の Pentium 4および Pentium D、Core 2シリーズ、または、同世代のセレロンシリーズにおいて使用された。LGA パッケージは、従来の CPU 側に、 ピンがある PGA ジフ形式とは違い、ソケット側にピンがある形式に変更されている。これによって CPU クーラーを取り外す際に CPU がヒートシンクに固着し CPU 側のピンを破損するという事故はなくなった。この事故は先にソケットのレバーを解放しておきヒートシンクごとプロセッサを外してしまうという方法で回避できる。Pentium 4は ヒートスプレッダーを装着しているので、その後でマイナスドライバーで剥がせば危険は少ない。反面、ソケット側に用意されたピンはより繊細な扱いを必要とするようになった。ソケット T の T は第5世代ペンティアム4として開発されていたが、開発を中止してしまったプロセッサのコードネームテハスに由来する。カッコ内は、 各 CPU の開発コードネーム。下記チップセットが蒸気 CPU をサポートすることから、LGA775 対応チップセットと捉える説明がメディアやウェブサイトに参見されるが、直接的な関係はなく、誤った捉え方である。チップセットは CPU をホストするに止まり、LGA775 ソケットと下記チップセットが、 同一のマザーボードに搭載されていることは結果であり、必然ではない。ありがとうございます。